私は四国メタン、バングラディッシュの貧しい村で生まれました。私の村では、女の子は13歳とか14歳とか、そのくらいの年齢で、結婚します。基本的に大人たちから、縁談を持ちかけられるのですが、女の子も拒否することはありません。結婚すれば、弟や妹の世話をしなくて済むし、それまでより、少しだけ豊かな暮らしができることが多いからです。でも、その代わり、夫の言うことは、絶対に聞かなくてはなりません。求められるままに、体を許し、求められるままに、子供を産み、育てなければなりません。私はそれが嫌で、嫌で、仕方がありませんでした。だって、私の体は、私のものでしょう。性行為、それ自体が嫌なわけでも、子供を産みたくないわけでもありません。ただ、自分のことは、自分で決めたかったのです。この村で、結婚とは、女の子が自由を放棄することなのです。私は年頃になっても、親や近所の人が持ちかけてくる縁談を、ひたすら断り続けました。こんな女の子は、今までいませんでした。断り続けるうちに、だんだんとみんなが苛立っていくのが分かりました。私だけでなく、家族までも村での立場が悪くなっていきました。それでも私は縁談を断り続けました。そうしてある日、私は決心しました。日本に行こう。いつか旅の人から話に聞いた豊かな国、日本に行こう。私は夜中にこっそりと家出をし、貿易船に潜り込み、1ヶ月かけて日本に密入国しました。目的は日本で売春婦になることです。強制されるのではなく、自分の意思で売春を行い、たくさんのお金を稼ぎたかったのです。そうしてお金持ちになったら帰国して、故郷の村に女子学校を建てたいと思っていました。私は夢と希望に燃えていました。おまんこ、おまんこ、おまんこはいらんかね。ゴムあり1万円、ゴムなし2万円だよ。安いよ、安いよ、若さあふれる、ピチピチおまんこだよ。お兄さん、どうですか？私とおまんこしませんか？うるせえ、ブス、触んじゃねえよ。てめえみてえな汚い外人と、誰がやるかよ。は、はぁ、あ。しかし、現実は思うほど甘くはありませんでした。日本は聞いていたほど豊かな国ではありませんでした。どこへ行ってもお金に困っている人たちばかりでした。そして、私はブスです。じゃがいもとタロイモを足して割ったような容姿をしています。こんな芋ブスでも日本のような豊かな国ならみんなが高いお金で買ってくれるに違いない。その目論みが見事に外れてしまいました。日本の貧乏人どもは私のことをなかなか買ってくれませんでした。ファッキンジャップ、イエローモンキー。仕方なく私はどんどん自分の値段を下げていきました。お兄さん、どう？一発3000円でいいよ。ホテル代も割り勘でいいよ。へえねえ、シャッチョさん、シャッチョさん。遊んであげてよ。安くするからさ。いらねえよ、このブス。邪魔なんだよ、気持ち悪い。てめえなんか1億円もらっても抱けるかよ。そこ、ね。慈善だと思ってさ。ね。お願いよ。日本の人、とても優しい。尊敬してるのよ。1000円、もう1000円でいいよ。特別に1000円で中出しし放題。安いでしょ？ね。お願いよ。ね。いらねえって言ってるだろ。どけよ。死ね。ブス。は、は、は。また今日も、一人も客がつかなかったよ。お願いだよ。誰か私の体を買ってちょうだいよ。私を求めておくれよ。どうか。私を助けてよ。はぁ、ふぐ、ふぐ。
なことなら故郷でおとなしく結婚しておけばよかったよ。ぐすん、しくしく、しくしく。